ガーシー元参議院議員ですね、ガーシー被告に対して、検察が論告求刑公判で、懲役4年を求刑したということについて解説をいたしたいと思います。実はですね、ガーシーさんこの間ばったり、とある場所でお会いして、実は初めてお会いしたんですけれども、本当偶然です。本当通りかかった感じですけれども、元気そうにされておりましたということで、ガーシーさんのですね、論告求刑公判4年という恐喝ですね、常習的な恐喝をしていたということで、かなり重い罪が求刑されております。被害者の一人である綾野剛さん、俳優生命をですね、ボロボロにされたということで、到底許しがたいというような、陳述書が出てたということで、こういった重い求刑になったんだと思いますけれども、でも同じようなことをしている週刊文春とかね、週刊誌が無罰で、しかも金めちゃくちゃ儲けた、金めちゃくちゃ儲けたっていうのはガーシーさんと同じですけれども、彼らはなんで処罰されないんでしょうかね、本当に。文春の元編集長なんてね、我々の記事で人が自殺しても俺らの責任じゃねえよ、関係ねえよ、自己責任だろみたいなことを言ったりとかしてるぐらいひどい奴らなのに、彼らはなんで捕まんないんでしょうかね。ガーシーさんだけがなぜか捕まってしまってるということで、 YouTuber とかのですね、力のなさ、弱さっていうのがここで露呈されたんじゃないかなっていうふうに思います。社会的にやっぱり週刊誌っていうのは本当に検察とか警察ともズブズブにつながっておりますし、それがネタ元になったりとかすることもあるんで、 4年の論告求刑っていうのは結構重くてですね、執行猶予がつくのはですね、実は、懲役3年以下じゃないと、執行猶予つけられないんですね。だから3年以上になると、3年よりも上になるとですね、執行猶予つけられなくなるので、4年というのはですね、大体ね、求刑の7掛けから8掛けぐらいが相場と、判決の相場というふうに言われているので、4年ということはですね、3年ぐらいが妥当だというふうに言ってるに等しいので、これ実は私がですね、内部断事件の時に検察に求刑された年数と一緒です。4年だったんで、テレビのコメンテーターのね、元検察官とかそういった人たちはですね、堀江さんは執行猶予つくかつかないかギリギリですねなんて話をされてドキドキしてたんですけど、見事2年6ヶ月の実刑を食らってしまいまして、高裁でも全く同じ判決でございまして、もうどうにもなんなかったと。これね、裁判官っていうのはこういった注目されてる事件に関して自分のね、スタンドプレーをしたがるし、検察官のことをすごく信じるんですよね。なのでガーシーさんも、懲役3年執行猶予5年か、本当懲役2年ぐらいの実刑を食らうかのどちらかでしょうね。実刑食らう可能性もかなり高いんじゃないかなっていうような求刑でございました。ただ謝ってるんで、反省もしてて謝ってるということで、若干量刑というか、その判決は求刑よりもちょっと下がるかもしれないですけども、執行猶予がつくかどうかってこれ大きな差なんで、実刑を食らってしまうとですね、刑期が終了した後、仮釈放はだいたいね、7掛け8掛けぐらい、もらえたりとか、だから 2、3割もらえたりするんですけど、刑期が終わって、要は仮釈放の期間が終わって、そこから10年間っていうのはいろいろな制限を受けます。僕もついこの間それが明けたんですけれども、弁護士になれないとかですね、いろいろ制限つくんですけれども、これ実刑食らっちゃうと刑期プラス、あと控訴したりとかもするでしょうから、そうすると、10年以上、いろんな制限下に置かれるということになるわけですけれども、執行猶予であれば、執行猶予5年とかついたら5年間後には刑の言い渡しがなかったことになるので、犯罪歴消えてしまいますので、数々の制限というのもその時点でなくなるので、これ執行猶予取れるかどうかっていうのは非常にガーシーさんにとっては重要なことなんじゃないかなというふうに思ってます。ということでですね、かなり重い求刑が来ましたねと。やはりその週刊誌と YouTuber ではですね、これだけ扱いが違うんだなというふうに感じた求刑公判でございました。